ガラドリエルの鏡ガラドリエルは、JRR トールキンの小説、指輪物語、シルマリルの物語の登場人物。夫ケレボルンと共に、ロスローリエンを治め、森の奥方と呼ばれる。中津国において最も力のあるエルフである。星の光の時代と呼ばれる、人間発祥より、前の時代に、至福の千葉リノールにて生まれる。彼女の父名は、 空縁屋で、高貴な女を意味する、アルタニス母なは,は、男まさりの乙女を意味するネアウェンである。ジョーコの時代エルフの母は、子供の未来を見通す力があり、それに即した名付けをする慣習があった。そして母の予見通り、彼女は、身の丈優れ心身ともに強靭な女性となった。なお、ガラドリエルは、テレビの空縁屋で、輝きの花冠を被る乙女を意味するアラタアリエル。 シンダール語にしたもので、そう呼んだのは夫ケレボルンであった。以来かの女は、父なや母なではなく、こちらを用いるようになり、中津国ではこの名で知られるようになる。この世の生きとし生ける者の,の中で最も美しいと、されるかの女は、非常に聡明でもあり、中津国で、最も尊敬されてきた。しかし、ローリエの外に住まう情報の歴史を記憶に留めて、いない者の,の間で、 彼女の名前は、シンダール語の単語、ガラズと混同され、ガラズリエルとなった。父は、ノルドールの上級王フィンウェの三男ンンフィナルフィン。母はアマンにおけるテレリの上級王オルウェの娘、エアルウェン。兄に、フィンロド・フェラグンド・アングロド・アイグノール。夫は、テレリのケレボルン。娘にケレブディアン。ティリオンのエルフたちは、彼女の髪は二本の木。 ラウレリンとテルペリオンの輝きを称えていると言った。その髪はフェアノールに大変称えられ、彼にシルマリルを作る霊感を与えたと考えられている。フェアノール墓の女の髪を3度こうたが、ガラドリエルはこれを与えなかった。ガラドリエルはテレリの港アルクーアロンデで母の一族と共に暮らしたが、その時にかの女の夫、そして共同統治者となるテレポルノに出会った。 日本の木の時代の終わりにおける大混乱の間、己の意のままに、統治できる土地を求めて、彼女とテレポルノは、バリノールを去り、ノルドールの多くから別れたベレリアンドに来た。ガラドリエルは、ノルドールの王子たちの反乱やアルクーアロンでの、同族殺しに直接関わらなかったが、彼女は、許可なく、中津国へ去ったため、バリノールへの帰還を許さない、バラールの金が降りかかった。 ベレリアンドでは、通常兄の一人と住んだが、フィナルフィンの子供たちは母、エアルウエンを通じて、シンゴルの血族であるために、彼女を歓迎するシンゴルとメリアンの王宮、メネグロスで過ごすことが多かった。ケレボルンとガラドリエルは、共にベレリアンドの合戦を切り抜けて、第一期を生き延びたが、誇りのためバラールによって提供された許しを拒絶した、故に、未だに、ツソの元にあった。 最初、ギルガラドの元のリンドンに行った。後に、東方へ移動し、エレギオンの王国、すなわち、ヒーラギザトを建てた。この時、後のロスローリエンである、アンドゥインの谷にあるナンドールの入植地に接触した。その後、カザド・ドゥーム鉱山の道を使って、エレギオンから移動し、ロスローリエンの統治者になった。二人は、 後にサケタ谷のハンエルフのエルロンドと結婚することになる娘、ケレブリアンを得た。第二期に力の指輪が鍛えられた時、ガラドリエルは、ケレブリンボールと他のエレギオンのノルドール族を指導した、賢者アンナタールに不信感を抱いた。後に彼が最終的にサウロンであることを明かしたことで、この疑惑は正しかったことが判明した。エレギオンが攻撃された時、 ガラドリエルは、エルフの三つの指輪の一つを委ねられた。彼女の指輪は、水の指輪念屋である。彼女は、サウロンの力を意識して、それを妨げることを願って、一つの指輪がさ、ウロンの手にある間は指輪を使わなかった。しかしながら、第三期に一つの指輪が失われるとそれを使うようになった。その力は過去、現在、そして、 未来の光景を見ることができる大きな水盆、ガラドリエルの鏡に関係していたと思われる。指輪物語で、ガラドリエルは森屋から逃れた指輪の仲間をもてなした。木の屋敷カラスが争んで、指輪の仲間に会った時、仲間のそれぞれを探り見て、決意に対する試練を与えた。その後、フロド・バギンズから一つの指輪を彼女が所持しておくように、申し出され。 立場が逆転し試練を受けることになった。その悪い影響がガラドリエルを偉大で恐ろしいものにし、中津国を支配する野心を呼び起こしたことが知られているが、私は試練に耐えましたと宣言して、指輪を拒絶し、人間が支配する時代が来て衰退し終わりには、バリノールに帰還することになるという自身の運命を受け入れた。ロスローリエンから、 指輪の仲間が去る時には、それぞれの者のに、贈り物とレンバスを与え、一向に船と食料を支給した。ガラドリエルは、第4期の初めに、ベレガヤを渡り、残った夫のケレボールンも、最終的に遅れて船でした。一つの指輪を拒絶したことで図素が解かれたため、ついに帰還を許されたのである。ありがとうございます。